ました。こちらのステージからは皆さんお待ちかねの発表の時間となりました。イメージキャラクターの名称および着ぐるみを披露式典に移らせていただきます。全国からですねデザインの応募は223点いただきました。名称は2542点もお寄せいただけたんですね。本当にたくさんのご応募ありがとうございました。それでは早速北茨城市イメージキャラクターの名称から発表をさせていただきます。2542点の中から選ばれたのはこの名前では、市長副市長で紐を引いてその名称をくす玉の中から皆様にご披露をお願いいたします。ではどうぞ。あれいろいろあります。さあ名称発表です。ちょっと恥ずかしがっちゃって向こう向いちゃってますが、副市長ありがとうございます。市長と思っていただきまして、命名こうちゃんです。こうちゃんと決まりました。でもうちょっとですね下の方に下げていただきますと、はい、まっすぐに下げていただきますとよく見えてくるかなと思います。ご覧の通り命名こうちゃんとなりました。これからこうちゃんです。よろしくお願いいたします。こうちゃんいい名前、2542点の中からこうちゃんに決定。さあではそのこうちゃんとはどんな姿なのかみたいです。それではこうちゃんに登場をしていただきたいと思いますが、皆さんでこうちゃんと呼んでこのステージに迎えていきたいと思います。じゃあまず1回練習しましょうね。私の方でせーのと言いますので、皆さんでその後にこうちゃんとお願いします。では練習いきます。せーの、こうちゃん。 OK です。ではその倍の声でお願いします。いきますよ。では北茨城市のイメージキャラクターのこうちゃんの登場です。それではせーの、今登場してまいります。こうちゃんの姿が皆様向かって右手の方からゆっくりゆっくりと階段を上がりまして、さあ今両足がステージに乗りまして皆さんの方を向きました。こうちゃんです。こうちゃん男前じゃないですか。頭の先にはもちろん明かりが灯ってるわけですね。ではこうちゃんのプロフィールをここで紹介をさせていただきますね。性別は男の子、かっこオス、平成15年10月1日生まれで今年で10歳になります。10歳のこうちゃん、住所があるんです。住所は伊豆良岬公園で観光ナビゲーターのあんちゃんと暮らしているんです。そして実はこのこうちゃん、漁師のあんちゃんに釣られて、そして現在はあんちゃんの相棒として2人で暮らしているんだそうです。さらに詳しいプロフィールが知りたいという方は、今スタッフが大きく持ってますね、こちらのプロフィールをご覧いただきまして、後でじっくりとご覧になってくださいね。こちらにこうちゃんのプロフィールがあります。さあでは今度はそのこうちゃんの相棒も呼んでみたいと思います。観光ナビゲーターのあんちゃんを呼んでみますね。ではやはり皆さんのあんちゃんという声でこのステージに迎えていきたいと思います。ではまた練習させていただきます。せーのと言いますので皆さんあんちゃんと呼んでください。ではいきます。あ、練習でした。せーの、ありがとうございます。じゃあ準備 OK ですね。それではこうちゃんの相棒のあんちゃんをステージに迎えてまいります。それでは皆さんせーの、あんちゃん、来たー、あんちゃんです。あんちゃんも初披露です。こうちゃんとはセットです。もう絶対に話せない間柄になっているというあんちゃん、こうちゃんの相棒あんちゃんの登場、皆さん拍手。生まれたての方で頭が重くてすいません。
さあ頑張れ。あーちゃんもうちょっとあのこっちはこっちだけど、よしよし、カニ歩き、カニ歩き、とにかく初披露、初めて歩くわけですから、すいません皆さんの温かく見守っていただきましょう。よく歩き、カニ歩きのあんちゃんが今相棒のこうちゃんとセットになりました。ツーショット、初ツーショットです。ではここであんちゃんのプロフィールも紹介させていただきますね。漁師であるあんちゃん、北茨城市観光ナビゲーターです。後の相棒となるこうちゃんを北茨城沖で釣り上げ、現在は一緒に暮らしています。性別はご覧のように男性です。ただ年齢は不詳。住所は伊豆良岬公園、職業は観光ナビゲーター兼漁師です。趣味はノルディックウォーキングと観光と釣り。さらに詳しいプロフィールが知りたいという方はステージ、あ、今係のものがスタッフの方が持ってくれていますね。こちらの大きなボードをご覧いただきますと、詳しいプロフィールが載っておりますので、はい、後ほどご覧になってくださいね。もしもし。それではこれより市長からこうちゃんとあんちゃんに特別なネームプレートが贈られます。では市長よろしくお願いいたします。かなり特別、手作りネームプレートが今登場します。ビニールテープですけれども特別です。今日の日のために一生懸命作りましたネームプレート、まずはあんちゃんに、そのネームプレートがこうちゃんに、まずはこうちゃん、あ、あんちゃん、じゃああんちゃんからいきますか。まずはこうちゃんを釣り上げたあんちゃんからネームを首に、首どこだ首どこだちょっとあ、あ、じゃあ、あ、やっとねあの、ま、あ、な、なんとか、なんとか、よし、頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張ってかけられました。あんちゃんしっかり命名されましたそしてでは、秘書こうちゃんにも、こうちゃんどこにかけた、よしよし、かかるところまで紐を伸ばしてかけていきましょうかあ、そこにかけちゃいます。やっぱりこれがあのポイントですもんね、この提灯がね。そうですか、ここにぶら下げます大丈夫です、やっぱりということで、しっかりネームプレートがつきまして、これでしっかりと命名されました。改めましてご紹介をさせていただきましょう。北茨城市のイメージキャラクターのあんちゃん、そしてこうちゃんです。これからどうぞよろしくお願いいたします。では、近くで見守っていただきまして、実際にこうした名前をつけてくださいました方々がいらっしゃるわけなので、ここで表彰をさせていただこうと思います。こうちゃんをデザインしてくれました和田さんと、それからこうちゃんと名称をつけてくれました4名の方々の表彰をさせていただきますね。ではどうぞステージにお進みください。ご覧のようにお子さん方なんですね。さあではまずはですね、最初にデザインをしてくれました和田リリカさんから表彰をさせていただこうと思います。さあどのようにステージ上はスタンバイいたしましょうか。こうちゃんバック、こうちゃんバック、こうちゃんバック、もうピカピカ、出来たてほやほやのこうちゃんとあんちゃんが、ではまずはデザインをしてくださいました和田リリカさんです。賞状最優秀賞、和田リリカ殿、あなたは北茨城市イメージキャラクター募集において当初の成績を取り、優秀な成績を収めたのでその栄誉をたたえ、これを賞します。平成25年8月18日北茨城市を取り留めるありがとうございました。そして表彰状と続きまして、記念品の副賞としましてね、図書券5万円分とこうちゃんグッズ一式が贈呈されます。素敵なデザインをありがとうございました。デザインをしてくださいました和田リリカさんでした。ありがとうございました。さあそしてこうちゃんと
名付けてくださいました方々4名いらっしゃるんですね。まずお名前をここでご紹介させていただきます。福井県の辻川貞夫さん、そして花川中学校の三代瑞希さん、それから関本中学校の金沢ひろきさん、千賀小学校の豊田亜美香さんの4名いらっしゃるんです。本日はその4名の皆さんの中から2名の方々にここで表彰状と、記念の品を送らせていただきます。関本中学校の金沢ひろきさん、そして、千賀小学校の豊田亜美香さん、どうぞお進みください。賞状最優秀賞、こうちゃん、金沢ひろき殿、あなたは北谷暮らしイメージキャラクター名称募集において当初の通り優秀な成績を収めたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成25年8月18日北谷賞といたします。最優秀賞、こうちゃん、豊田亜美香殿、以下同文です。さあ、そして、記念の品としてこうちゃんグッズ一式、それから図書券も送らせていただきます。こうちゃんと名付けてくださいました方々の中から、ここで金沢ひろきさん、そして豊田亜美香さんに表彰状を送らせていただきました。ありがとうございました。じゃ あのお写真一緒に撮ってますか、ね、せっかく名付けて、そしてデザインもしてくれた方々とお写真ここで撮った方がよろしいかもしれませんね。少し日陰にしてません、ちょっとバックさせていただきますけれども、大丈夫ですか。はい、じゃあせっかくなので、どうぞ親御さん方も今日この日楽しみにいらしてくださってると思うので、こうして名付けてくださいましたキャラクターたちと一緒に、その名付け親たち、デザイン親たちと一緒にここでお写真撮らせていただきますね。本日他にも2名の方々が名称を応募してくださっておりました。福井県の辻川貞夫さん、そして花川中学校の三代瑞希さんなんですが、本日は諸事情によりまして出席いただくことがちょっと叶わなくなってしまったんですね。残念ではございますけれども、でも後ほど、表彰状と、そして副賞の方が送らせていただきますので、どうぞお待ちいただきたいと思います。ダメね、マジでここから行く。あんちゃん顔が映されてる。こうちゃんなかなかかっこいいですね。そしてあんちゃんとセットになって、日本全国どこまででも、そして世界にまで、足を進めて、そしてこの北茨城市をとにかくたくさんの方たちに知っていただけるように頑張って PR をしていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。素敵なデザイン、そして素敵なお名前をありがとうございました。どうもありがとうございました。これからどんなふうに活躍してくれるのか楽しみですよね。デザインをして、そして名付けて、おっと、そして言っているうちに登場してきてくれました。おーの、実はなんと、あんちゃん、こうちゃんの誕生を心待ちにしてくれまして、お祝いに駆けつけてくれた仲間たちが登場してきます。まず登場してきてくれましたのが、サッカー J2 水戸ホーリーホークのホーリーくんです。子供からお年寄りまで多くのファンに愛され、親しまれるマスコットとして2002年6月11日に誕生しました。竜をモチーフにした男の子、体重はなんと310キロ、水戸の310キロ、特技はゆっくり歩くこと、出身はもちろん水戸市。ホーリーくんはケンズ電機スタジアム水戸でのホームゲームや地域のイベントなど地域活動に日夜取り組んでいます。そして2番目に登場してくれましたのが、お隣の高萩市萩原です。高萩市の花である萩の花の妖精として、高萩市の萩ロードに突如現れる特徴的な髪は、萩の前花がランプしたような様子で、帽子には萩の木、衣装は羽織袴を着ているなど古式ゆかしい姿、市のイメージアップ PR、 さまざまなイベントに参加をしています。そして3番目のコロンとしている姿は、常陸大宮市のひたまるです。常陸大宮市の豊かな自然と市内を流れる清流、久慈川、中川を表現しています。明るくて元気いっぱい、いつか空を羽ばたくことを夢見て、小さな羽で飛ぶ練習をしています。
そしてそのお隣は泥棒じゃないですよ、この衣装。4番目は龍ヶ崎市の梅龍です。性別は男の子、永遠子供でありますが、年齢はなんと400歳くらいなんだそうです。性格は穏やかですが、筑波柱を見ると豹変する。趣味は関東鉄道龍ヶ崎線に乗ること。チャームポイントはハート型の花、ハート型の花、ハート型の花でしたね、はい。特技は雨を降らせることなんですが、今日は封印していただきたいものです。梅龍とは龍ヶ崎市を代表する伝統行事、つくまいと龍ヶ崎を組み合わせて梅龍です。花のパートは地域の触れ合いの温かさを表しています。現在舞男になるための修行中です。さあ頑張ってね、つくまい、つくまい。さあそして5番目は坂東市、おーかっこいい、まさかどくんです。かっこいい。まさかどくんは坂東市の郷土の英雄、平野まさかどくんをモチーフにみんなに愛されるキャラクターとして今年5月に誕生した坂東市のニューフェイスです。今年は平野まさかどくん生誕1111年の年であり、まさかど祭りなど多くのイベントに出演を予定しています。皆さん、まさかどくんに会いにぜひ坂東市へも遊びに来てくださいね、ということです。さあそのお隣6番目は大子町の滝丸です。かわいい。大子町にある袋田の滝のキャラクターで、帽子には袋田の滝が勢いよくしぶきを上げて流れ、桜の花びらで春、紅葉の葉っぱで秋をイメージしています。水のきれいな久慈川で育った鮎、蜜の入ったリンゴは大子の特産品です。胸には長章をつけ、体を張って大子町を PR するためどこまでも走り続けます。滝丸です。さあそのお隣は背が高いですね。お隣はいわき市のいわき農産物マスコットキャラクターのアグリーンファイブのナシポチです。ナシポチ、背が高い。アグリーンファイブとはいわきを代表する農産物と動物たちをモチーフにしたキャラクターのことで、全部で5体います。いわきの梨をモチーフにしたナシポチ、いわきのトマトをモチーフにしたトマニャン、いわきのお米をモチーフにしたクマンマ、いわきのネギをモチーフにしたネギピョン、いわきのイチゴをモチーフにしたサルイチゴ。アグリーンファイブはいわきの農産物を全国に PR するため日々活動しています。今日来てくれましたナシポチはいわきの梨をモチーフにしたキャラクター。いわきの梨は8月下旬から10月末頃まで楽しめるので、ちょうどベストシーズンに入るところです。今年のいわきの梨は糖度も抜群でみずみずしく美味しくできているそうです。いわきには梨狩りができるところもありますので、ぜひ皆さん、ぜひいわきにお越しいただき、梨狩り楽しんで、いわきの梨を楽しんでくださいということです。さあ続きまして8番目は北茨城市、北茨城市観光協会など4社間協定を結んでおりますつくば銀行から、つくば保険プラザのキャラクターでありますつくまとくまろんです。はい、つくまファミリーはつくば山に住んでおり、家族思いの優しいお父さんつくまと、しっかり者のお母さんくまろん、今日はお家でお留守番をしている好奇心旺盛で元気な男の子つくまるの3人家族です。つくまの帽子はつくば銀行の D を表し、くまろんの頭のリボンは茨城県の特産品である栗でできています。今日はつくまとくまろんが他のお友達と仲良く一生懸命頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。そして9番目、いましたね。9番目はマウンドアカネから、今年4月26日の童謡の森プレーパーク内遊歩道の完成をきっかけに生まれたマー君ことマウント君、それからあーちゃんことアカネちゃんの2人です。マー君は男の子で山男、性格はのんびり屋だけども冒険家。あーちゃんは女の子でアカネの妖精、性格はお茶目で好奇心いっぱいです。財団の職員で、誰かをハッピーにしたいという思いがあるところに出没してくれるそうです。さあそしてラストを飾ってくれますのが、揺れてます、揺れてます、揺れてます、水戸市の水戸ちゃんです。水戸ちゃんは3月10日水戸の日に生まれた女の子です。わらじとのかぶり物に梅の花の髪飾り、黄門様の格好をしています。好奇心旺盛でいろいろな場所にお出かけするのが大好きで、黄門様
に憧れて、いずれは全国行脚をしたいと思っていますということなんです。さあ、以上10のキャラクターと、そしてあんちゃん、こうちゃんにはなんとこれからお時間の許す限りこの会場内を盛り上げていただけるということなので、お近くにいらっしゃいます際にはどうぞあったかく迎えてあげてくださいね。必ずこうしちゃダメですよ、こうですよ、こうですよ、よろしくお願いしますね。可愛がってください。ではこの後会場内をどうぞ盛り上げてください。よろしくお願いします。いや、こんなに勢ぞろいするなんて皆さんなかなかないですからね。貴重な機会です。全てのキャラクターとぜひお写真を撮って楽しんでくださいね。そしてキャラクターの皆さんはどうぞ十分お気をつけいただきながら階段を一歩一歩ゆっくり進んでください。皆さんはそうですね、キャラクターの皆さんは回れ左を押していただきということになりまして、はい、どうぞゆっくりとお進みください。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。さて、本日は北茨城市の観光協会ブースにおきまして、ゴーちゃんグッズの販売をしています。ポロシャツ、キーホルダー、バッジ、ぬいぐるみ、ハンドタオル、ステッカー、サイダーなどたくさんゴーちゃんグッズを作りました。とにかく今日が初お披露目の日ですから、その日にぜひゴーちゃんグッズを身につけていただきまして、ゴーちゃんと共に北茨城市歩んでいきましょう。ただ数には限りがございますので、どうぞお早めにご購入ください。ゴーちゃんグッズいろいろと作らせていただきましたのでね、皆さんお気に召したものをぜひお買い求めいただきまして、ゴーちゃんを常にそばに置いていただき、そしてあんちゃんと一緒にぜひ皆さんこれからよろしくお願いいたします。それは民族文化サークルよもやま会の皆さんの